はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ドリームフューチャーアドバンスレベル、あ、ボリューム4ですね。ほい、ドリーム4にお越しの皆さん、こんばんは。私たちチョコラルミエールです。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介をちょっと端っこからお願いします。あ、はい、夏でも真っ白、2年生のチェリーブロッサム担当2年生ミユです。よろしくお願いします。かわいいな。はい、いつでもどこでも結婚宣言、今日も推しがかわいい。はい、ベビーブルタともえです。よろしくお願いします。はい、1年生レモンショーン担当なんですけど、今日だけはマジョリカオレンジです。ユリポムです。お願いします。はい、気づいたらルナチルドレンが発足していました。総長のボブちゃんピンク担当、3年生のルナチです。よろしくお願いします。はい、3年生のエメラルドグリーン担当のワコです。うどんにハマってます。よろしくお願いします。あっぱちゃん。はい、昨日の夜頑張って面白い自己紹介を考えたんですけど思いつきませんでした。こころです。あ、ラベンダー担当です。よろしくお願いします。こころちゃん。はい、こっちが本物のマジョリカオレンジです。偽物です。あ、はい、そうですね、こっちが本物です。ミラルンです。よろしくお願いします。今日はちょっと私たちがマイクを占領してるんですけど、すごい告知でも言った通りに、衣装がちょっと珍しいのがちょっといっぱい並んでると思うんですけど、結構バラバラなんですよ、珍しく。まあ、これはね、大会でも見たことあると思うんですよ。これもショコルミのね、まあ、一応自粛期間にリーナ先輩が作った衣装なんですけど、ちょっと真ん中の先輩方2人ちょっと珍しい衣装なんですけど、分かる方いますか？なんか見たことあるよって方いますか？この衣装なんですけど、ショコルミはユニドルの姉妹大会のハイドルの出演者が結構多くてですね、この衣装は私と萌えが、実際にハイドルの衣装で使ったものなんです。貼りました。貼ってくれました。めっちゃ似合ってると思いませんか？まさかね、ユニドルになったハイドルの衣装を使うとは思わないですよね。そう、しかもこの衣装で私たちもさっき先輩たちが踊った始まりのシグナルを私たちもこの衣装で踊ったので、エモいあげーあげー。はい、そんな感じで今日はちょっと多分誰も当たらなかったんじゃないかなと思います。あ、今日ね、チェキ、その先輩方のチェキを、ね、お買い上げいただいた方は結構レアです。レアです。はい、はい、おめでとうございます。じゃあちょっと私たちはちょっと準備に入るので、マイクをね、ちょっとバトンタッチしたいと思います。どうしよう。じゃあ最近ハマっていることを聞いていこうかなと思います。どうぞ、端っこから。最近ハマっていることは、あ、フルーツ大福が美味しくてハマってます。はい、皆さんもえちゃんにフルーツ大福を買ってあげてください。お願いします。好きな味は何ですか？あ、桃です。あ、桃のフルーツ大福、皆さん今すぐ買ってきてください。お願いします。もえちゃん、最近ハマったものですか？はい、でも最近ずっと衣装を作ってて、ずっとミシンをやってるので、ミシンです。あ、申し訳ないです。ありがとうございます。ハマっていること、はい、ハマっていること、TikTok をずっと見ていて、気づいたら 2,3 時間経ってしまうリポムです。TikToker になってバズってください。ぜひフォローしてください。あおこちゃんは何かありますか？うどんです。おすすめのアレンジはどうですか？何ですか？キムチと卵の黄身と醤油、かける、あと食べるラー油、一番大事。それをかけて食べるのが好きです。はい、イエーイ。私のハマっていることは内緒です。次の曲にそろそろ行きたいと思います。はい、バイバーイ。
出演されました7名の方々です。セットリスト6曲になります。しょくるみさんから終演後のお礼メッセージをいただいていらっしゃいました。出演されました7名の方々です。2021年8月13日マンホール浅草橋で開催されましたドリームフューチャーアドバンスボリューム4のタイムテーブルになります。しょくるみの皆さんは3番目、18時30分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。